アウグストフォン・ロートムントアウグストフォン・ロートムントは、ドイツの医師、医学者、眼科学を専攻。1830年、バイエルン州フォルカフ派に生まれる。父は、下界のフランツ・クリストフ・フォン・ロートムント。1853年、ミュンヘン大学で、医学博士号を取得。チェコやオーストリアに留学し、帰国後の1854年から1900年まで、ミュンヘン大学病院に勤めた。 1863年、メヒフハクヒショアイガタダの常染色体劣性遺伝病に関する研究を発表。この研究は後年、イギリスのマシューシドニー・トムソンにより確立され、ロートムーント・トムソン症候群と名付けられた。日本における眼科学の権威、井上豊太郎はドイツ帝国に留学中、ロートムーントに支持している。井上が大日本帝国に帰国した後、 ロートムントの処方箋に基づき目薬を処方。新天堂山田安民薬房より、恩師、ロートムントの名を取り、ロート目薬の名称で1909年に発売した。1931年に発明された量、口式天安瓶により、ロート目薬の知名度は飛躍的に向上。新天堂山田安民薬房は1949年に株式会社化して、 ロート制約となっている。なお、ロート群との名前の綴りは、ロスモンドであるが、ロート制約の、ロートは日本語をローマ字表記した、ロートである。ありがとうございます。